筋からの情報でございました。ということで、いってらっしゃい。エンタープライズの電通の株がボーンと入株主として入ってるから。唯一これちょっと都市伝説かもしれないですけど、うん、安倍総理がお亡くなりになったこともひょっとしたら関係してるのかなと僕はちょっと思ったり。なんでいや、やっぱ安倍さんはやっぱりね、それなりに古い日本を残してる感じがしたんで。ああ、なるほど。なんか別に、安倍さんはそんなの電通云々と絶対言わない人だと思うけども、うん、なんか電通に行ったら安倍さんがなんか売ってきそうかなみたいなことは思ってたかもしれない。ああ、忖度の忖度みたいなやつですか。やっぱ忖度って。まあ、一応奥さん電通出身ですから、昭恵さん。ああ、そうか、森永から電通に行って、電通の時に、出会って結婚してるし。やっぱ、昭恵さんとか電通いるんですね。いや、少なくとも電通の人たちは安倍さんとは仲良くしてたでしょ。ああ。少なくとも。昭恵さんって電通ですよ。そうか。だから別に昭恵さんが電通の力があるとか、そんなは僕も思わないですよ。ただ、そのラインで少なくとも安倍さんと電通のつながりっていうのは相当、個人的なつながりは相当あったと思うので。確かに。でも、電通ってそういう会社ですよね。そういう会社ですよ。だから、これまでの権力、既得権のまさに、キング・オブ・日本の既得権、イコール電通ですから。うん、そこと NHK は確かに、海老沢さんは戦って負けたんですよ。だから NHK はもう電通に乗っ取られたんですよ。なるほど。僕、NHK は電通に乗っ取られたっていうのが一番わかりやすい、現象はね。僕がいた頃は、無理やり国民からお金を受信料を取ろうなんて誰一人言わなかったですよ。だって国民に受信料制度や公共放送を理解してもらってお金を払ってもらうのが NHK であって、うん、そんなの無理やり取りに行ったら NHK 潰れちゃうじゃないですか、いつで。その税金じゃないんだから、うん。でも気がついたら裁判するって言い出したんですよ。2006年の末やったと思うんです、うん。裁判して金取るってもう公共放送じゃないですよ、そんなことやり出したら。それで集金人がどんどん悪質化していったわけですよ。なるほど。Nリンクスみたいな。Nリンクスみたいな。いや、それはもう日本の企業とは僕は思えなくなったんです。もうなんかもう簡単に言えば NHK の受信料なんていうのは神社の賽銭なんですよ、うん。納得する人が入れてくださいなのに、うん、もう賽銭箱持って各家にピンポンって賽銭入れろって言うに言ったらもんですよ、うん。払わなければ裁判するぞっていうのは、あれは完全に電通によって NHK の受信料制度自体をハックされたっていう。だって役員もそこから外部の人間が全部、だからそれこそ民間企業の朝日スーパードライの福地さんが入って、うん、JR 東日本の松本さんが入って、全部民間会社から行ってるんですよ。で、慶応の学長とかが行こうとすると全部それは阻まれる。へー。うん、だからそれは多分まあ電通城におるやろうな。あるでしょ、知らない間に NHK インタープライズにも電通の株がボーンと株主として入ってるから。あ、そうなんですか。そうですよ。はぁ、あ。だからもう、あ、こうやって侵略していったんだ、NHK を。侵略ね。僕も電通が NHK を侵略していったと思ってますよ。